アイレムのスパルタン X を作らなかった。西山さんが作りたかったストリートファイター作れますと思ったんですよ。西山さん作らない方は僕が作りますよ。結局作ることになったので、結果、どういうことをするのがある種のエポックメイキングになるのかっていうところですよね。はい、あ、対戦角度作らないの？いや、聞きます、それ作ります。波動拳、皆さんこんにちは。日本元気にする YouTuber 小本敏樹です。今日はですね、ディンプスの西山隆社長を、ゲストに呼んでですね、対談させていただきます。カプコン時代、僕が、カプコンで働いた時代、まあ、あの先輩としてですね、僕にこういろいろ教えてくれた一人だと思ってます。なかなかね、おもろいおっちゃんなんで、皆さんが期待する以上のおもろい話が聞けるんじゃないかなと思ってますんで、今後期待。こんにちは。こんにちは。もうね、先輩ならなかなか久しぶりで。ご無沙汰します。あれ、ちょっと待ってくださいよ。そんなキャラでしたっけ？そんなキャラよ。そうでしたっけ？いや、これね、まあ、あの、皆さんに、その、ディンプスの西山さん社長ですって言って、なかなか、イメージが伝わらないと思うんですけど、スパルタン X、アイレムのスパルタン X を作られた。あ、そうですね。ね、はい、で、スパルタン X で、ちょうど、2日くらい前かな、に、うん、GTO って漫画の、はいはいはい、藤沢徹先生と対談してるときに、一番好きなゲームはスパルタン X って言ってたんですよ。ああ。出来上げですよ。へえ。めっちゃ嬉しかったです。自分のより嬉しかったですね、やっぱり。まあでもあれ、格闘ゲームというよりも、うん、その作った本人からしたら、はい、あの、どっちかといえば、音ゲーとか、シューティングゲーム。ああ、そうなんですか。のイメージですね。リズム感とか、まあ、一応その格闘ゲームの形はしてるけれども、うん、あの感覚的にはまあ音ゲーとかシューティング、その西山さんが、まあ、さっきもちょっと触れましたけど、アイレムっていう会社におられて、その時に僕らは元アイレムのオーナー社長だった方が辞められて作った会社、 そうだね、それがカプコンっていうんですよ。でそこのとこに辻元会長、今会長ですけど、辻元さんが社長やられてるところに僕らはコナミから移籍したんですよね。で僕らはってのは藤原徳郎とかと一緒で、その時にカプコンっていうのができて、で西山さん当時から誘われたんですよね。そうそうそう、これはあの創業の時から、あの辻元さん僕の仲人でもあるし、はいはい、だからまあそういうこともあって、はい、当然僕は来るもんだというふうに辻元さんは思ってた、うん、でずっと誘われてたらしくて、で実際入ってた時っていうのはタイミングはちょっと遅れたんですよね。1年か2年ぐらい遅れたかな。 1年ぐらいかな、うん、はい、その間に何が、なんで遅れて、なんでそのタイミングだったんですかって聞いていいですか。ね、あのやっぱりアイレムがね、結局その、はい、もちろんそのゲーム業界ってもともとそのインベーダーゲームですね、うん、はい、が一つのこう起爆剤になって、起爆剤どころさんじゃないですもんね、うん、あのいろんなそのディストリビューター、オペレーターが出来上がっていって、はいはい、市場はすごく拡大したんやけれども、はい、そのインベーダーゲームの終焉によってそのゲーム業界が終わってしまうっていうある種のきっかけがあって、うん、ありました。その中でこうセガであったりとか、ナムコであったりとか、はい、もちろん任天堂もそうですけども、はい、あのインベーターゲームの延長線上でいろんなゲームオペレーションやったけども、はい、やっぱり自社でこう開発しないといけない、はい、はい、で商品開発に力入れ出した時代でしょ、はい、そうです。その時にあのアイレムという会社でもともとオペレーターの会社、辻元さん、はい、やってたんですけれども、はい、そこにこう商品開発部を作って自分らでもものづくりしようと、ポストインベーターを作ろうという時代にちょうど僕らがこう新卒としてこう入るようなタイミングだったんで、はい、業界としては黎明期、多分岡本ちゃんも黎明期、あの時間的な誤差はあるにしても多少多少、うん、はい、だからその時代に入った人間が今のそのゲーム業界のね、あのベースを作ってるのちゃうかなっていうふうには今から考えたら思いますけどね。そうですね。でその時に、はい、あのやっぱりその開発の中で、あのこうやっぱり優秀な人間とね、そうでもない人間がいるじゃないですか。まあそれはいますね、うん、その中で、はい、あのちょうどこうスパルタン X の開発をやってた時期だったんで、それを僕が途中で投げ出してね。ああそういうことか。 それが一番の、まあまあ作ってる最中だったんですね。最中、それもあったし、その辞めるきっかけがいるなと思ってたんです。多分あのじゃ あの西山さんはその当時から、じゃあ相撲さんとかに行くよとは思ってた。ああ辞めないといけないなとは思って、あっ相撲さんに誘われたんだから、うん、抱こうってのもあるし、うん、
俺はもうやめるしかないんだ、行くしかないんだと思って、それとやっぱりそうなんです、ね、ゲームデザイナーとしてね、自分のやりたいことと もう一個違う環境が変わった中で自分がどんだけ活躍できるのかなっていう、そういう、まあまだ20代やったし、20代の後半ぐらいかな、28か29か、ね、そうですね、はい、あの当時すげえお兄さんやなと勝手に思ったけど、うん、今考えたらあんま変わらない、クソは仮想ですよね、それ見たら年のことになってまんまろ、いや、そんな、ほんとすいません、でも、まあ、めっちゃ若い、年したいけどあ、そうやったから、まあ、でも二人とも仮想だったですよね、まともちゃんと言ってもらえとしたし、結局、すげえ若かったのに、あの当時こう結構部下もいてて、そうですね、今の子らに任せられます、28の子に、じゃあ40ぐらいするときやみたいな、ゲームの作り方が違うんで、当時はまあある種のこう牽引役がいてね、あの、まあ、天才とは言わないまでも、まあ、能力の高い人間の一つの能力によって一つのプロジェクトを完結できるような環境だったけど、今やっぱり最低でもね20人とか50人とか場合によっては100人を超えるようなプロジェクトあるんで、やっぱチームワークじゃないですか、そうですね、僕らの感の時と違うので、お互いにもう経営者だったから今は、はい、うん、ただちょっと作り方が違いますよ、ムーンパトロールは、スパルタン X3 前ですね、うん、あれも僕の中では結構びっくりしたんですよね、あれはね、やっぱり一番、まあ、今から考えてね、うん、新しいことやったなと思うのは3画面スクロール、そうだな、うん、まあ、景色のゲームが景色がね、背景がスピード感、そうです、そうです、そうです、立体感ですよね、そう、立体感が出てて、あれ多分僕が最初にやったと思う、そうだと思うんです、僕もそれより前に見たことがなくて、うん、で、色の付け方もあの遠くに行くとほら白っぽくなるじゃないですか、あの、まあ、リアルな背景が、あれによく出てできてたなと、あの思ってて、あの当時は4色って言うけど3色ですからね、実際、そうです、3色で描かれてる中で、うん、あれは良かったなと思って、まあ、びっくりしましたもんね、ガタンガタンする感じが、タイヤがバラバラに動く感じがやっぱ良かったし、ね、多分 YouTube で検索者出てくると思う、出てきますね、出てきますね、多分出てくると思う、まあこんな話してますけど、西山さんがそのカプコンに来られて、で、まあ、いろいろ変わったんですよ、実は。で、僕それまでは手探りだったんですよね。僕と藤原徳郎、まあ、僕徳ちゃんって呼んだんですけど、徳ちゃんと僕とで、なんかなんとなくゲーム作ってたから、仕様書とか企画書ってなかったんですよ。ああ、はい。で、だから走り書きみたいなのとか口頭でみたいな。西山さんが企画書、仕様書っていう言葉を持ち込んだんです、まず。あれね、はい、あれはあの多分他のゲーム会社もあんまりその仕様書という形で明確にしてなくって、あ、知りませんよ、はい、例えばナムコとかセガとか、はい、ね、あの任天堂がどういうゲームの作り方を僕は当時は知らなかったけど、はい、当時アイレムは本社は大阪で、で、あの、あ、そうか、ソフトは七尾電機で作ってたんで、あの金沢だったんです、はいはいはい、でプログラマーがあの金沢で、金沢いるから、我々こうプランニングとかデザインしてる人が大阪にいたんで、仕様書を作らないと金沢まで持っていくこと毎回できないんでしょ、だから仕様書にちゃんとした仕様書に書いてないと、書いてない、うん、金沢に送って、でまあ月に1回ぐらい出張して、そこでだから仕様書の必要性っていうのが出てきて、そうなんです。でもあれ、あの文化はその西山さんがアイレムから持ってこられた文化で、僕にとっては、はい、あれは目から鱗だったんですよ、確かに言った言わないとか、そう、もちろん話もろ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 これだけで改善されるやないかみたいなのがあって、まあ、ちょっと感動したですね、あの時は。こんなことになるのかと思って、あれは、まあ、逆に使用書があれば数値調整もそんなのできちゃうんですよ、まあ、そうですね、それとあの一応ノウハウとして残るっていう形で残るから、どう考えて途中から変更かけていったら来ると思うんですよ、うん、だからこの時何考えてたか全部残るんで歴史になるんですよね、あれはね、あれはすごかったな、まあ、あのその当時からもちろん尊敬してましたよ、尊敬したんですけど、その特にすげえなと思ったのは経営会議っていうのを僕ら参加したんですよね、うん、なんかパパも座りながらね、うん、後ろの方の席に3人座って、まあ、3人って西山さんと僕と見たところと3人ですけど座ってやってる時に、急に西山さんがね、その会議に全然関係ないこと言ったんですよね、それはストリートファイター1、そう覚えてる、覚えてます、だから一番最初にストリートファイターのアイデアが出た時に見せたのはあなたです、そうですね、だから横にしますからこれどない思うこれ西山さん面白いですよって西山さん作らない方僕が作りますよって結局作ることになったので、結果、うん、だからこれも一つの運命かなと思って、あの時はあの
数値の話をしてて、うん、あの期限の話とかされてるときに、あなたは全然関係ない次のゲームの間考えてたんですよ。そうそうそう。つまらん会議者なと思って。思ってました、うん、僕も思ってました、はい、あそうそう、だからすごくその時のことは今でも僕も印象的に残ってる。すごいです、うん、横でストリートファイター1のアイデアが固まっていく様を僕見てるんです。こうやって落書きなんですよ、ノートにね、手書きの落書きして、こんなんだよ、いやこれええですよ、これええわ言って言うのを、西山さん作れへんかったら僕作りますよって言ったぐらい。だからそういうところの感覚があったよね。いやでもね、まあこれもあの、まあ、今やから多分言っていいと思うんだけれども、まあいろいろあって僕はね SNK に行くじゃないですか、うん、で、あの、選手でしたね。で、スト2はね、あなたを中心に、はい、あの他のメンバーとこう作っていって、で最初、どこやったかな、百股ビルやったかな、梅田の そこでロケーションテストやって、そうです、スト2の、はい、でそこに僕らね SNK の連中が見に行った時には、あのまあ、ものすごい人だかりで、でこれがスト2やって見たときにはちょっと感動したね。あ、本当ですか、うん、あまりにもよくできてて、あで多分僕が、カプコンに残って作ってもこのスト2作れてないなと思いました。ああ、嬉しい、ありがとうございます。多分ね、あなたにもその時言ったと思うんだけど、あった時に要するにあのゲームがスト1がいいところ、うん、それと悪いところがあって、ちゃんと悪いところを排除していいところが増幅されてるんで、ありがとうございます、こういう風になるんだと思って。いや僕逆でしたね、ストワンを作ってやっぱりこう、まあ、当時のね、うん、プログラマーとかの実力とかキャラクターデザイナーの実力とかっていうのをこう加味していって、着地点がストワンなんだなと思って。だから西山さんがイメージしてる映画の中で、うん、ちょっと SF チックなストリートファイターたちがぶつかり合ってる映像からはまだほど遠いなと思ったね、僕らは、うん、で西山さんが作りたかったストリートファイター作れますと思ったんですよ。だって作ろうと思ってる話から聞いてる、一番最初から聞いてて、うん、こんなん作りたいでしょって思ってたのと、まあ、うちにいた若手の才能のある子たちと、あと、まあ、営業側が格闘技を作ってくれて、うん、ストリートファイターの作品作ってくれって言ったのと、こう混ぜこぜになってミックスしてうまく形になったのがストリートファイター2だと思うんですよ。でもね、本当にシンプルに感動したね、ようできてるな。その時ちょうど画廊伝説作ってたんで。ああなるほど、うん、だから多分カプコンに残ってストツ作ってたら画廊伝説みたいなゲーム。なるほどなるほど、うん、だから その違いをね、ちょっとショックでしたね。後から画廊伝説が出るんで。でも本当時間差ですよね、うん、まあ3ヶ月ぐらいかな、3ヶ月か4ヶ月、本当にちょっとじゃないですか、うん、でもこれ負けたなとちょっと思いました、正直。先立ち、うん、先に出てるかと思います、ね、いやいや。でそんな中で、これみんな知ってるかなと思って、ストリートファイター1の主人公のリュウ、西山隆の隆ってあるんですね、本当。そうそうそう、ね、うん、法隆寺の龍の字で隆でリュウなんですよね。まあでもそんなんで、ストリートファイターは1、2、3、4、5とどこまで関わってたの？スリーまで。スリーまでか。だから西本さんですよ、だって。フォーとファイブは。あ、ファイブはね、半分以上カプコンなんだけども、フォーはほぼディンクス作りました。そうですよね。はい、あれも縁があってね。だからあなたの部下の稲荷君の。はいはいはい。部下の、まあ、後輩の。元々部下でしょ。元部下です。はい、で彼が当時はカプコンの開発のトップに。開発のトップにいて、はい、で僕の直属の部下やったんですよ。はい、そうですね。うん、でロックマンね。ロックマン、ロックマン。で、稲宗くんが、すごく、まあ、ソリッドファイターのそのタイトルがかなりこう、疲弊してきてたんで、続編が、ちょっとこの3以降こうね、こうダウンしてきたんで、ちょっと間があったじゃないですか。で、彼があれを復活させようとしたんですよ、ソリッドファイターのシリーズを。はい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 、で、ディンプスで作るっていう。ああ、そういう。先祖返り。まあまあ、もともと自分の上司だったということもあって、それを多分強引に社内で決めたと思うんですよ。ああ、なるほど。多分ね、辻本さんは反対したと思う。え、そうですかね。いや、西山の方がじゃあ、カプコン辞めて出て行った人間に。辻本さんと全然そこ気にしない人です。てか、逆に助けてあげたいと思ってるんですよ。まあでも、フォーは感動しましたよ。完全復活解けたのもすごかったんですけど、それぞれあのタッチで来るんやとか、もろもろこう今まで思ってた自分がやっぱりこれ固まってたなと思ってたらいいから、圧倒的に違うところに持っていったんで良かったです。
まあ、だからその対戦格闘ゲームの形っていうのが、その1から2になってね、はい、でそれ以降どういうことをするのがある種のエポックメイキングになるのかっていうところですよね、はいはい、かといってその過去の対戦格闘ゲームのルールから大きく逸脱するっていうことはしにくいでしょ。しにくいですね、特にそのストリートファイターの名前ついてるじゃん、うん、だからそこのなんか着地点を見出すっていうのが難しかったんで、多分そのもちろんディンプスだけじゃなくて過去の担当プロデューサーも優秀だと多分思うんやけども、はい、ちゃんとこうね着地点を見出してくれた。あれはでも素晴らしい出来だったですね。あの時代であのタイミングであのグラフィックは、いや俺ちょっと本当に震えましたね。まあうちの担当も多分頑張って頑張ってます。それは頑張ってます、うん、あれは頑張ってます。あれは多分苦しいでしょうね、うん、担当者は苦しかったと思う。期間とか、はいはい、まあ、もちろん当然ね、そうそうそう、予算もあるし納期もあるし、そういう中であれを表現するのは血入ってると思う、はい、まあ今ね、仕事時間の話とかいろいろとこううるさく難しい、ね、言われてる中で、うん、ああいうのは厳しいですよね。力押しですよね。だからね、ゴリゴリに押してますもんね、うん、二度書きじゃないですか、ね、そう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 。これはきつい。だから描写する方のプログラマーや、うん、それのプログラム組んでる人たちも全部本当に描画演技組んでる人たちも当然苦しいし、これは本当に血吐いとるわと思って、あとカメラ、うん、この見せるタイミングとかもこれは相当やったなと思って、そこらが一つのまたそれがベンチマークになって、まあ、それが今度は当たり前になるんで。そうなんですよね、うん、対戦監督作らないの？いや聞きますそれ、うん、作りますね。え、うん、これね、言っていいかどうか分かんないですけど、西谷文化室と集まって、ああなるほどね、昔のメンバーで、はいはい、ストリートファイター2のパロディを、ああパロディパロディちゃんと許諾取って、許諾取られてだから強さにはもうコートで大きなもらって、あそう、はい、面白いからね、やっていいよって、まあ、僕らやってるんで、面白おかしくやらせてください、うん、ちょっとやろうよって話して、ちょっと、まあ、僕らの中で盛り上がります。まあ、でも、あなたももうね、ゲームデザイナーとしては究極的にもう成功者なんで、でもうここからは、まあ、いろんな面白いことをやって、そうですね、まあ、でも面白いことやっていこうと思って、うん、だからお金儲けのためっていうところからもう外れてるんで、そうですね、うん、でも僕はまだそこまでは至ってない、いや、ちょっと、そこで分けるのやめてほしいな、いや、まだまだ途上なんでね、いや、会社としても、個人としても。だからそこまでこうなんていうか余裕のあるものづくりっていうのはできないけれども、どんどんやって、お子のチャンネルやってくれたらいいと思うよ。僕らに刺激になると思うし、ね、本当ですか、うん、あれなんですよ。でもディンプス立ち上げてさっき20年っていう話を、はい、実はちょっと聞いてて、20年ってこれエグかった時もあるんですよね、うん、だから順風満帆じゃないですよ。もちろん YouTube でね、はい、お子のチャンネルから YouTube の自分のそういうチャンネルに顔を出してくれんかって話だったときに、あなたのこう過去のやつを見た中で、その苦労してね、前のゲームリパブリックの苦労の話の中で、17億借金したっていう話を見たんだけど、僕もね、個人保証で17億借金したって言って、まるで17億だったの。やっぱり17億ちょっと嬉しい。その時は、マジで、正月越して次の年、銀行との関係でその緊張状態があるじゃない。なりますね。もちろんなります。当時抱えた大きなその急に怖い顔しますからね、うん、プロジェクトがうまくいかなくなって、はい、まあ、ディンプスのことを知ってる人は知ってると思うんやけども、ユニバーサルセンチュリーっていうガンダム、はい、MMORPG っていう初めて、はいはい、で、あんまり当時僕自身がそういう PC 系のね、そういうゲームの知識がなかったんで、本当に現場任せになってて、なるほど。で、その開発費をずっと資産計上したんですよ。これちょっと難しい話なんだけど、はいはい、で焼却しなかったわけ。資産で膨らんでるのが突然ね、これもあかんでっていう話になった時に、うん、全部焼却しないと。そうですね、積み上げたりですよね、はい、で多分ね、僕が止めなかったらあのままやっててディンプス倒産したと思うんですよ。ああなるほど、うん、でこれはもう絶対なんかもうやめようっていうふうに決めた時に、それも全部損金で落とさないみたいな。そうですね、その時にちょっと緊張状態なりますよね、うん、積み上げたのが、そうそう、これ資産として残ったのもこれ資産じゃなくて不良資産になるわけだから、これ一気にこう反対側に来るって、経営的に見たらね、
もう地獄の状態になって、でもそれはキャッシュの時にも相当厳しかったですよね。だってこれがリリースされたからこれをじわじわ返していきますねっていう MMORPG やっていうルールじゃないですか。そうです、だからこう積み上がってるけど、まあ、まあ借りてるけどまあまあみたいな、そうそうそう、出たらなんとなるからみたいな、まあ、そうガンダムっていうタイトルもあったんで、しかも合ってますしね MMORPG に。そうですね、まあそこが一番苦しい時に、まあでも3年で返しましたけど。あ、俺と一緒だ。うん、だから俺も3年で返した、うん、だから返したんで、まあ、そこからはもう全部まく僕のところはそこで西山さんと違ってて、その3年間で返すって言ったら、あのみんなの給料やらボーナスやらを多く出せなくなるじゃないですか。あ、はい、その期間にうちはね抜けちゃったんですよ、いいのは。まあまあそういうこともあるでしょうね。でオリジナルタイトルでやったでしょ。うちはね、結局受託開発中心にやってたんで、あの要するにこう景気が悪くなって仕事がなくなるってい う, こう東大阪の町工場みたいな感じじゃなかった。いや要するに東大阪の町工場だと、すいません、申し訳ないです。あの日本の経済支えてくれてると分かってるんですけど、そういうなんか不況の波に表現としてね、表現として、はい、その表現としてちょっと語弊があったかもしれないから、だからそれ仕事はいっぱい来たんで、はい、あったんです、仕事はずっとあったんで、あの受託開発中心にやってたんで、例えばこれが10年かかっても20年かかっても金は返せるなという自信はあったんやけど、マクタル自信はあったんやけど、ドラゴンボールも当たってますもんね、本社。ああ、まあまあまあ、おかげさんで。いや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 、はい、もう売り上げランキングでパッと一瞬で切れんじゃんかな、1位にいたと言ったりとかして、はい、これは、いや、それ言ったら、これは来たなと。すごいことなんですよ、これ。古いタイトルたちが年功序列みたいな顔して上埋め尽くしてるから、よくモンスト作ったやつ、みんなでも言われてる、それを。いつもいやらしいぐらい、いつも言ってて邪魔、いやーちょっと言って邪魔。これだから、まあまあ僕もね、この僕らの込み込みで、うん、なかなか新しいのがこう食っていけないというか、ランキング上になかなかいけない中で、よう来たなぁ思って、すごいなと思って。モンストの凄さは本当強烈や、ちょっとモンスト多いと思います。モンストの凄さは本当強烈、あとしつこいですよね、パズルとね、パズルとモンストしつこいです。あの運営するのはね、はい、これリモートワークとかもできるわけですよ、はい、新規の立ち上げが難しいですね。新規の立ち上げ、このゲーム業界には本当に向かい風で、うん、めっちゃしんどいんですよ、実は。このめっちゃこう3密4密5密ぐらいな感じでずっと詰めてやりたいってことじゃないですか。最初にこうある種のトルクがいるからね。そうなんです、一番そこ最初にガクンが一番、一歩目が一番難しいところから、そこから先はね、ある程度こういうふうにこう分業して、それこそリモートでもできるような仕事あるけども、今のこの運営者のところが、運営とかでいうとこれだいぶ楽なんです、はい、気持ちが、はい、だけどこの立ち上げが、もう今結構立ち上げの本数持ってて、いや笑えないですよ、うん、このしっくりいかない感じ、チームビルディングがギクシャクする感じ、うん、久しぶりに始まってます、うん、ええ感じ、ええ感じって言ったら吐きそうな感じです。西山さん、あの、まあ、会社やられてて20、ええ、でこの後のリンプスどうするのと、うん、この後の西山隆史どうしたいのみたいなところをちょっとこれ真面目なところで教えていただきたいなと思って、はい、ね、実はね、はい、これもなかなか今、これお願いします、これちょっと気にしてたんです、あの話するのは難しいかもしれないけども、はい、あのリンプスは基本的には、まあ、経営 の, そのリスクヘッジっていう面もあって、はい、受託開発を中心にやってるじゃないですか、はいはい、かといって我々があの受託開発が得意っていうわけじゃないので、そうすか、もともとは、うん、あのパブリッシャーで仕事をした人間が中心 で, そ う, です、ね、あのうちの会社は成り立ってるん で, で、ね、やっぱりオリジナル IP を作りたいっていう思いはずっとみんなあって、はいはい、ただやっぱりあのお客さんでたくさん仕事いただいてるんで、はい、あのなかなかそのプロジェクトをね、あの一旦やめてで自社 IP 作るっていうのは難しいじゃないですか、うん、経営的には、うん、あの当然リスクもありますし、お金もかかるし、でやる限りはやっぱりエースチームもそこに投入して、そうです、もちろんです。でそうなるとそのきっかけがなかなか難しいんで、まあ、それを探ってるっていうのと、あとはもう一つはね、これはこれ極めて政治的な話になってもう、はい、今やっぱりあの IT インフラを握ってる GAFA とか、それから中国でいうところの BAT ところとか、はい、ものすごく力を持ってて、はい、いろんなそういうデジタルコンテンツ周りの会社をこう買収して回ってるんですよ、うん、それが世界的な潮流になって、はい、その中でゲームコンテンツっていうのは結構ね、人間に対する浸透圧が高い、
ていうふうに彼は気づいてるんで、あの例えば日本の開発会社ね、例えばディープスみたいな会社とか御社みたいなところもそうなんやけども、あのおそらくいろんな話があると思うけど、はい、そういうところがね、抱え込もうとするんですよ、はい、お前ら一体どこのチームなんや、うん、でね、そういうところを無視して我々仕事することがなかなか困難やなともちょっと思ってる。なるほど、うん、多分どっかの陣営にあるいはどっかの影響下に我々も入っていく流れになるのかなっていう、うん、完全独立は難しいかもしれない、うん、完全独立で圧倒的に力を持ってるんで、例えば、アマゾンなんか、ディプスと社歴そんな変わらない、技術数年の会社で、時価総額100兆円でしょ、うん、トヨタの5倍ぐらいの会社なんで、だからもう圧倒的力なんで、われわれがそういうところから影響を受けないで、仕事をやりきるっていうのは難しいかなとは思う、うん、だから それとどういうふうに向き合わないといけないかっていうのが2つ目の課題。あと3つ目は、とはいえね、じゃあいきなり中国の会社になったりアメリカ欧米の会社になるっていうのは日本人として不本意じゃないですか。だからやっぱり同じこと言ってるその日本のそのポップカルチャーね、それがアニメであったりゲームであったり、もともと日本のゲームの根幹にあるのはアニメ文化からの僕は継承だと思ってるんですよ、はい、欧米はやっぱりハリウッドからの継承だと思ってる。そうですね、どっちかというと映像美の方から入る、はい、で日本の アニメのね、あのまあ、ゲームもその、 延長線上で日本のゲーム文化っていうのが生まれてるんやけれども、僕はそこで対抗する方が欧米には対抗できるんちゃうなと思う。そうですね、うん、向こうの土俵に乗る必要はないんで、乗れないんですよ、もう、うん、乗れない、開発のシステム上もう全く乗らないです、もう置いてかれすぎてます、うん、だからそういう日本の文化ね、そのものづくりの文化を、まあ、欧米に取られない、それは資本的に、うん、そういうなんか戦いをしないといけないんちゃうかなっていう。難しい話になってもらった。来年になっていきなりね、ジブリが中国の会社になったって嫌でしょ。嫌です、嫌ですよ、ね、でしょ。なんかやっぱ守りたいっていう気持ちがあるんで、もちろんディンプスはそういう流れの中でじゃあ何をできるのかっていうのは難しいと思うけれども、うん、まあその経営の立場にいるんで、はい、僕とかあなたは、はいはい、なんかそういうことをちょっと意識せなあかんの違うかなっていうふうには思ってますね。引退とか、はい、代を変わるというか、なんか社長を立てるとかみたいな意識とかはあるんですか？うん、ありますね。あるんですか？うん、それはなぜかというと、はい、その、代替わり、ね、で次に誰かにバトンをタッチするって渡すっていうそのタイミング必ず訪れるじゃないですか。そうですね、はい、で、あなたは子供いるけど、でも子供に渡すかどうかは分からないです、ね、もう分からないかもしれないけど、僕はいないんだ、はい、だから後継者をやっぱりちゃんと作るっていうことが、うん、やっぱり、うん、自分子供いないんで、会社が自分の子供みたいなもんなんで、うん、できたらやっぱり100年続く会社にしたい。おで、まあ、それがまあ自分の目標みたいなもんですよね、会社自体が。ただ、それをする作業がやっぱり残りの人生ですし、今の社内にいる人を育てる。あげて、いやそれは同じで、自分の子供に委ねるかどうかわからないと同じ論理で、うん、社内の人間にプロパーの人間に任すかって言ったらそれはまだ決めた、まあ、こうなってほしいとは思うけども、うん、それで答えてくれるかどうかは分からない、うん、あれでしょうね、その創業者が偉大であればあるほど次はしんどい、まあ、そう当然そうだと思うですよね、うん、まあ僕の中でこう何人かイメージした人はいますけど、うん、西山隆に追いついてますか、将来その考え方として継承できますかみたいなのはものすげえ難しいですもんね。なんか近しい人がいないじゃないですか。あ、それはね、多分ね、僕が社長だからだと思うんですよね。例えば、なるほど、違う会社にね、うちの例えばフルカリングメンバーがね入ってたら、あ、この人には社長を任せられるかもしれんっていうふうに思ってもらうかもしれんけども、うん、こうか不こうか彼らにとって僕が社長なんで、うん、僕が判断するじゃないですか、はい、でその基準っていうのは僕がやっぱりね、リトマス試験紙になるわけですよね、うん、それが彼らにとってひょっとしたら不幸なのかもしれない。いやでもね、本当にあの頃よくあなたは勉強したね、仕事もものすごくしてたし、仕事はしてます、圧倒的に僕
ゲーム業界長い、もう年数はちょっと言わないけど長いことや今まで知ってる人で、あの岡本ちゃんぐらい仕事してるのもう見たことないわ。時間へばりついてる、あの才能がないからですよ。いや、そんなない。しつこさだけで勝負してますから。いや、ほんとすごい。あの一種のなんかちょっとし怖いぐらいの執念感。そうですね、うん、そのでもそう 思ってやらんと、目の前にいる僕よりもずっと才能のある人たちについていくためには、いや本当に血が出るぐらい努力するしか方法がなかったですね。生き残る方法がすごかった。でも結果生き残れました、俺おかげさまで。ねえ、まあ、いや絶対俺が最初に消えるんや思ってました、みんなの中で。いやいや、それはない。いや本当思ってました、うん、ずっと思ってた。だって01が皆さんにはあって、僕だけ01がなかったんですよね。01ね、1から足すとこしか得意じゃなくて、だからほとんどの人の01を利用させてもらってたんです。いやでもね、あのやっぱりこう例えばね、こう日常会話の中でね、はいはい、まあ、当時もそうですよ、はい、今からもうね何十年も前にこう話してる時に、あのふっと例えばゲームのアイディア的なこととかね、はい、こんな感じのことって話した時に、自分もこれなかなかいいなと思うこと必ずあなたはこう引っかかるもん。ああ。他の人間は無視してても、うん、あやっぱこれこの人分かってるんじゃん。あそこのところを引けろと思います。ありがとうございます。肝のところが分かるっていう感覚は、それはもうセンスなんで。要するにこう西山さんにそんなやるってめっちゃ嬉しい。でここが大事っていうポイントと、まあこれは別に後回ししてもいいっていうのとかあるじゃないですか。あります。うん、その時にちゃんとあの選択しないといけない方を選択してるっていう感覚はあるし、めっちゃ嬉しい。今でもだから経営者というよりゲーム出さないよね。そうだわ、はい、一応その現場に身を置くように、うん、まあ、才能がどこにあるのかという話だと思うんですけど、あんまり経営にはね向いてないんで。そうなんだね、まあ、ちょっと器用やと思うけど、で一回やっぱりあの失敗したりしてるんで、まあね、そこからあの立ち直った時にはやっぱりちょっと変わりましたもん。今、まあ、変わりますよね、うん、はい、やけどがひどかったですもん、まあ、お互いに、はい、でもそれは復帰した人と復帰できなかった人って言います。もう復帰できなかったんですから、ね、そのままプス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 って17億の重しを積んだ船で僕沈んだわけですけど、重しを下ろしたんですから、もう一回自分で。いや、いろんな人に助けられましたよ。もちろんあの、はい、セガサミーの里見会長であるとか、はい、あの当時 あのソニーの草薙さんであるとか、はい、それとかもう今亡くなりましたけど CSK の大川さんとか、はい、で、そうそうたるメンバー、そうそうたるメンバー、歴史のゲームの業界に歴史残した、歴史の名前残した、バンダイの杉浦会長とか、はい、そういう人らに助けられたんで、あの今日あるんで、そういう意味ではあの恵まれてますけど、ね、まあ、でもそういう人たちに可愛がられてたんですもんね。その当時からちゃんと、うん、僕嫌われてますって。いや、あのね、嫌われてるっていうよりもあの扱い方が難しいとは思われたと思う。あ、もう間違いないです、ね、個性強すぎて。そうですね、うん、個性って言うんですかね。多分ね、嫌いな人はこの人ほんま嫌い。いや、嫌いですよね、うん、はっきり言われますからね。率直すぎて。そうですね、剛、うん、速球しか投げれないですから。丸なったよ昔は。そう、丸くなった。昔これでも昔より丸なった、うん、まあでももうあの業界のためにね、ちょっと違う視点であなたはいろんなことやろうとしてるんで、それはもうぜひ、うちはまあそんなに応援できないと思ってるけども、あの、なんかあって、あのディンプスがちょっとお手伝いできることあるんだったら、はい、さあ、お金儲けじゃなくて、はい、うん、今、あなたが今日聞いてちょっと感心したんやけど、それは素晴らしいことだなと思って、えらいよ。公益財団法人、うん、公益財団法人作ってね、はい、そのゲームデザイナー育てるっていうのは、すごく向いてると。ありがとうございます。なかなかね、あの自分の意見を伝えることはできなかったので、小池さんの方に先作って、で、まあ、そこのホームページでも、まあ、僕の YouTube とかも貼ろうかなと思ってる。割とね、こう論理的にあの物事をこう考える方法でしょ。そうです。僕なんかはね、どっちかというと、すごく今でも直感に頼ってるところがあるんやけども、うん、ファーストインプレッションにすごく頼ってるんやけども、うん、後で理屈でそれを追認するようなタイプ。あ、はいはいはい。だからあのインスピレーションを放置しない、うんうん、必ずそれを理屈でなんでそこに至ったらと埋めるタイプなんやけども、あとはこうリズムで、ね、リズムでいって、だからそういうタイプ向いてるんよね。感性がね、豊かだったら一発パン入るんですけど、そこに行くのが大変なんですね、僕らは。まあ、でもまあ地道に積み上げさせてもらって、ずっと感じるものを
を追っかけて、光は見えてるんですよ、うん、常に光は見えてて、その遠くに見えてるちっちゃい光を手繰り寄せるわけじゃなくて、自分が地道に一歩一歩進んでいって、うん、そこに行こうと思ってて、だから西山さんがさっき言われたのと同じで、日本のゲーム業界のその若手の伸びる目っていうのは、僕らが伸ばしてやらんとあかんやろと思ってて、うん、そのお手伝いがちょっともできるならと思って、これ素晴らしいです、ね、やらせてもらってるんですけど、うん、なかなかね伝わらないんで、この YouTube の込み込みでなんとかこう伝えていけたらなと思ってます。最近本は書いてない？あ、書いてないです。書いてない、はい、書きましょうか。そうだね、どっかでね。まあ、でも YouTube でこう固まってしまう、うん、そこからも一つの方法ですよね。ブルーレイ自然はあ、いいじゃない。いやいや、活字にした方が伝わりやすいことってあるんですよね、うん、実はバーッと喋られても分かりにくいっていうのもあって、それも込みでなんか本とかも出してみようかなと思ってます。で、思ってましたね、思いました。今西尾さんに言われて話します、うん、もうちょっとね、話さないと薄くなるんで、うん、もうちょっと分厚くしてからどうなんとかしようということで、リップスの西山社長とですね、対談させていただきました。今日もありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さん、今日はここまでになります。バイバイ。